全く新しい参加型ゲーム音楽フェスティバルを歌うイベント、東京ゲームタクト2018が2018年5月4日と5日に、東京の大田区民ホールアプリコで開催される、これはオーケストラによる演奏のほか、トークショーや作曲家との交流パーティー、などを含む大規模なゲーム音楽のコンサートイベントだ。主催、であるノイジークロークの代表を務める坂本秀樹氏は、これまでも、ゲーム音楽の知名度向上のため多くのイベントをプロデュースして、来た、今回は、ゲーム音楽を日本初のカルチャーとして世界、に広め、後世に残していきたい、と語る坂本氏に、ゲームタクトと、いうイベントの詳細や、そこにかける思いを聞いた。東京ゲームタクト2018の概要については、これまでの記事、第1報、第2報、第3報、も参照してほしい。リンク、東京ゲームタクト2018、公式サイト4ゲーマー、本日はよろしくお願いいたします。まずは簡単に自己紹介をお願いします。坂本秀樹氏、以下。坂本、ノイジークローク代表の坂本と猿、します。最近では、ドールズオーダー、iOS、Android、と一部楽曲や、V、勇者のくせに生意気だ R、などのゲーム音、楽を手掛けています。作曲家の自分、プロデューサーの自分、社長業、という3つの軸を持って活動をしています。4G、アメール、もともと音楽を始められたきっかけはどういったところだったのでしょうか。坂本、4歳からクラシックピアノをやっていたこともあり、幼少期からクラシック音楽が好きで、当時から自分でオーケストラの指揮をしてみたいと思っていたんです。その後、10歳頃にゲームにハマってから、クラシック音楽と、ゲームが徐々にクロスオーバーしていった感覚です。ロンゲーム、R、クラシックを切り口に、早い段階からゲーム音楽にも親しんでいたんですね。坂本、はい、私がゲーム音楽の仕事を志したのは中学生の頃でした。ただ、いざ、ゲームの音楽家を目指そう、と思っても、当時は情報を得る手段が何もなかったんです。誰がどうやって作っているのかも、わかりませんでした。ロン GA、MER、確かに、当時は書籍や雑誌媒体でも音楽に触れるようだ内容はほとんどなかったように思います。坂本、雑誌もゲーム、と内容だけに触れるものがほとんどで、インタビューで出てくるの。が、プロデューサーまで、ゲームで活躍する作曲家の情報というのは、ほぼなかったような覚えがあります。ただ、今はインターネットがあるゲームの音楽家を志す子供たちが昔の自分と同じように悶々としているのであれば、ゲームの作曲家が何を思い、どう作ったかを伝える必要があるのではないかと考えたんです。ロンゲーム、R、ゲーム音楽に関するコンテンツやイベントがあれば、ゲー音楽家を目指す方にとっては有意な指針になりますし、その職業を知らない方にとっては一つの選択肢になりますね。坂本、はい、ですからまずは、どんな人が作っているのか、を知らせしたい、と思ったんです。最初は、ゲームミュージックコンポーター座談会を私の自宅で開催して、その記事がきっかけで、音、というニコニコ動画の公式番組も行うようになりました。関連記事、番組は毎回3万人ほどの視聴者に見ていただけました。ロンゲーマー、当時から作曲家の素顔を見せるような試みを多くされていたのですね。そこからゲーム音楽のコンサートイベントを企画していくに至るのは必然とも言える流れかもしれません。坂本、そうですね。コンサートは、2014年に琉球フィルハニックオーケストラの主催で、沖縄ゲームタクトを開催し、
国内外から非常に大きな反響をいただきました。ゲームタクトは今回の東京ゲームタクト2018で3度目の開催になります。東京ゲームタクトが持つ3つのメリット。4ゲーマー。東京ゲームタクトは新しい参加型ゲーム音楽フェスティバルと謳われていますが、どういった部分が既存のゲーム音楽イベントと異なるのでしょうか。坂本、ゲームタクトはユーザー、作曲家、メーカーにそれぞれのメリットがあると思っています。ユーザーにとってのメリットは良質な音楽を聴くにとどまらず、実際に作ったクリエイターとの交流があるということです。M、そうの間にはトークもありますし、アフターパーティーでは直接的な交流もあります。ロンゲーマー、作曲家との交流という側面だと、奏者募集という試みも面白いと感じています。自分がオーケストラの一員として参加できるという坂本、これもすごく面白くて、譜面通りに正確かつ音楽的な演奏をするプロフェッショナルな演奏と、ゲームが好きという強烈な思いが乗ったバチュアの演奏、どちらが良いかは哲学的な問いにもなりますが、応募されてきた方の中にもプロの奏者がいたりして、レベルの高い演奏になっています。本番に向けて月12回のペースで練習を行うのですが、練習の場には原曲の作曲者がいて、一緒に音楽を作り上げています。ロンゲーマー、それはすごい。本家本元と一緒に練習をしているのですね。坂本、はい。ボーカルとに直接、ここはどう演奏すれば良いですかと聞くことはできませんが、ゲームの作曲家はまだ多くが存命です。どう演奏するかを作曲家自身が直接答えてくれるとしたら、それが 100% の正解になると思うんです。あと、大人になると自分が好きなことに本気で取り組んで全員で本番を迎えるというイベントってなかなかないじゃないですか。本番後は感極まって泣いてしまうみたいな、そういう試みがしたかったんです。甲子園のような感じの。ロンゲーマー、今のお話だけでも現場では相当なドラマがあるのだろうと感じました。応募者数はかなり多いのでしょうか。坂本、ありがたいことに数多くの応募をいただいてまして、オーディションというわけではないのですが、選考のようなもとはしています。応募で集まったのはゲーム音楽好きな方々ですか。あ、作曲家も含めて皆さん仲良しで交流が多いですね。リハーサルも笑いが絶えない環境です。ロンゲーマー、作曲家の目線でを自分の楽曲を熱意を持って演奏してもらうというのは妙利に尽きるんじゃないでしょうか。坂本、ええ、譜面も財産としで残りますし、ここでメリットの話に立ち返るのですが、作曲家にとってのメリットとは、ゲームタクトという場を毎年設けますのでそこを作曲家の表現の場として使えますということです。みんなここで演奏されるつもりで一生懸命に音楽を作ってねというロンゲーマー。確かにゲームの音楽はサウンドトラックを除いて実装されたら終わりというものが多いので、こうした大きな表現の場が用意されることは日々の制作モチベーションに直結する感じがします。個人でイベントをやろうにもこの規模では難しいでしょうし、坂本、イベントを開催するということについても、ゲーム音楽の著作権は作曲家でなくメーカーに帰属していることが多く、なかなか実現が難しい場合もあります。我々を一社ずつ一人ずつ許諾を取っているので、ものすごく手間暇をかけていて手前味噌ですが、これは他社では絶対に真似できないとは思いますね。ゲーム音楽イベントは特定のゲームの音楽を聞きに行くのが普通だと思うんです。
ただ、ゲームタクトはの、アイフェスのような感覚とでも言いますか、ステージイベントなどを、含めて新しい音楽を発見してもらえるような形にしています。ドン、テーマー、なるほど、2日間でかなり多くの楽曲が演奏され、ますが、それをきっかけとして知らないタイトルの音楽に触れると、いう流れも見込めるわけですね。坂本、メーカーにとっての、メリットは、そこにあります。演奏された楽曲に紐づいて、ゲーム、自体もプロモーションされるということです。楽曲はゲームに実装、された後もサウンドトラックなどで活用されますが、基本的にはそ、ここで終わります。ですが、演奏を聞いたことで、音楽が良かったか、ゲームも遊んでみよう、となる方がいらっしゃれば、それはメーカーにとってはプラスに働くはずです。ドンゲーマー、選曲、については、どのような基準で言っているのでしょうか。坂本、基本的には、後世に残したい楽曲か、素晴らしいゲーム音楽か、という基準で、しっかり吟味して選んでいます。ゲーム音楽史、的に外せない名曲というのはたくさんありますが、本当に良い曲、おっと思って、真剣に選曲しています。ドンゲーマー、それ、とは別に、近年の楽曲も演奏されるようですね。坂本、新、地位音楽を発見してもらう、という意味も込めて、近年のタイトル、他も数多く採用しています。2日目に、室内楽で聴く近年話題の、ゲーム音楽、と銘打った公演を大ホールで行いますが、これはスマ、トフォンのタイトルも含め、比較的新しいゲーム音楽を中心にこう、出されています。また、オーケストラだけでなく和楽器やケルトラク、吹奏楽もありますので、多くの方に楽しんでいただけるライン、ナップになっているかと思います。ゲーム音楽好きは全員来て、欲しい4ゲーマー、現時点で未公開となっているイベント、ステージの内容についてお話しいただけることはありますか？インタビュー実施日は4月10日、記事掲載時点ではプログラムの詳細が公開済み、坂本、詳細はこれからどんどん発表していく。のですが、イベントステージではいろいろな作曲家の方がトークをしたり音楽を作ったりと、バラエティ豊かな内容が用意されます。ちょうどテレビ番組の公開収録みたいな感覚ですね。ドンゲーム、R、そうなんですね。ここは入場無料と聞いていますが、誰で、をふらりと立ち寄れるのでしょうか。坂本、はい、まずは本。まさに様子見でもいいので、ゲーム音楽好きな方に足を運んでみてほしいと思っています。内容が面白ければ、当日券で実際に各公演に耳を傾けていただければと、あと、入場料500円のキッズコンサートも開催しているので、お子様連れでもぜひ、ゲーム音楽のファンには小さなお子様がいる家庭が割と多くて、オーケストラにはなかなか連れて行けないと思うのですが、キッズコンサートはそういった方でも大丈夫な内容になっています。ロンゲーマー、確か。